Alright, hello everybody, Sleepy Night Chatter です。今回もね、Uncharted Tetris 2やっていきましょう。いやー、前回はね、大変でしたね。というのも、なんていうのかな、多分全ロスしたと思いますね。あれはいくらなんでも。ゾンビとか、タクシミとか、スケさんとかがもうたくさん湧いちゃってね、ちょっと僕は何ともできなかったですね。悔しい。では行きましょう。リベンジということで。さてと。おう、クモとスケさんが喧嘩してるね。嬉しいな。じゃあ今のうちに行こう。よいしょと。お、ヘルメット落としてくれたぞ。やばい。スケさんに会ったらこれはもう死んでしまうな。OK、 じゃあ行きましょう。あ、今目の前で湧いたよね。今見たと思うけど、お、よかった。チェスト、まだまだ全ロスはしてなかったや。ランスレーターも手に入れたし、 OKOK。いろいろとここら辺ひどいことになってるな。あそこにスケさんがあったのか。よっと、危ねえ。間に合ってよかった。よっと、いい。まあでもあそこのスポーナーを壊してたし、まあなんだ、一応回収しきれたから大丈夫かな。では急ごう。またあれ、ちょっと回収したら戻ろうか。体勢整えたいと。あそこの攻略は無理だな。ほとんどゾンビウェーブ状態になってて、装備もね、なんかバラバラな状態で、ろくに準備もできない感じだから。God damn it! Stupid skeleton! おっと、やばい。おっと、これはもうちょっと、また剣作んないといけないか。あー、きついね。もう初っ端から家内の難関ってところか。まあハードでプレイしてる自分のせいなんだけどさ。あ、行き先間違えた。ん、こっちで合ってたのか。こっちで合ってんのか。このチャンク抜けな、めんどくせえな。鶴橋も持ってっちゃったか。よし、じゃあちょっと石も掘ろう。この石のちょっとリザーブも作っておいた方がいいんかな、後で。よし、急げ急げ。アイテムロストしたくねえぞ。OK、 では早速。お、メロンがあるね。あんなところにメロンがあるんだったら、あとでなんだ、メロン畑も作っとこう。よし、じゃあ行こうか。まあ、食料とかねえけど、しょうがない。アイテム回収したらすぐ戻る。これがミッションだ。この調子だったら、どれぐらいエピソード続くんだろうか。しかもさっきっていうか、なんだ、タイマーつけるの忘れてたから、いつから始めたのか分からなくなっちゃった。さてと、急げー。あの家の中にあるから。
まずはあそこのスケさんの スポナーを壊そう。あれは厄介だ。外からもう攻められたらね、もうどうしようもないから。よし、オッケーオッケー。さあ俺の装備を返しやがれ、ゾンビども。オッケーだね。ふう、ちょっと待った。スケさん、それはないわ、それはないわ。ちょっと俺ブロックの中に閉じ込めようと思ったのに撃たれてしまったよ。はっはっは。めんどくさいなこれ。ちょっとやめてー、痛い。スケさんマジ痛いわ、痛いしうざいわ。オッケー、あそこのスケさんはいなくなってるから今のうちに。ちょっと足りました。で、あそこの上につながっていると。銅もいらない、これほどの剣もいらない、土もいらない、これもいらない。お、経験値ポーションだね。どうやら音的に上にたくさんいるみたいだね。よいしょと。アイテム回収しきれたかな。これもいらないな、これもいらない、銅もいらない、剣もいらない。じゃあ戻ろうか。痛い、だけどさっきより痛くないアーマーがあるから。よし、ランスレーターももう拾ってるから OKOK。 ではちょっと戻りましょう。いやーこれはきついね。あそこ、しかもあそこの中にスポーナーがある、覚えとこう。少しでもスポーナー減らした方が痛い、あとあと楽だからね。やっぱりじゃあ地面の中にもうスポーナー埋まってるってことか。なるほどね、鬼畜やな。まあいいや、これでアイテムの回収完了と。さて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 、でちょっと持ちすぎてる剣を真ん中に入れてと。アイテム整理整頓もしねえとな。よし、こんなもんか。そうだな、ちょっとそうそう時間も時間だし、いろいろとインテンスなアクションがありすぎて疲れちゃった。まあほとんどゾンビウェーブで見ててもあんま楽しくなかったと思うけど、まあ楽しんでいただけたら幸いです。それではまた次のアーチャーズテリトリーのエピソードでお会いしましょう。バイバイ。